皆さんお疲れ様です。時に、先日プライムビデオで、リングの超魔人、フーパの映画を見たわけですが、映画の中で多くの伝説ポケモンが出てくる中、グラードンの扱いがちょっと面白かったので、ご紹介したいと思った次第です。で、この映画には、2015年公開という時期もあり、原始グラードンがサトシたちの敵として登場するのですが、サトシたちの誘導もあったとはいえ、グラードン的には味方であるキュレムに誤って攻撃してしまったかと思えば、その仕返しと言わんばかりに、今度はキュレムに氷漬けにされてしまいます。ちなみに、キュレムが凍らせたのはビルとグラードンだけで、唯一まともに凍ったポケモンでした。さらに、クーパに召喚された伝説ポケモンで、グラードンだけが飛べないので、みんなが飛んでいても自分だけは海の中にいたり、集合した時もやっぱり一匹だけ海の中と、ちょっとかわいそうな扱いです。その中でも、伝説ポケモンたちが飛びながら集合しているシーンでは、グラードン一匹だけ、海の中から悲しく見上げるだけと、なんとも哀愁漂う後ろ姿が見られます。極めつけは、事件の後、伝説ポケモンたちが各々の住処に帰っていくシーンで、当然、みんな飛んで帰っていくわけですが、そうもいかないグラードンは、一匹だけ海をのしのし歩いて帰るという、これまたかわいそうな扱い。っていうか、終始しれっと飛んでいた海王がも、何かおかしい気もするんですよね。ということで、映画での扱いがなんだか雑だったグラードンですが、ゲーム内ではどんな扱いなのか、調べてまとめてみたので、みんなで見ていきましょう。ということで、時は2002年。この年に発売したポケットモンスター、ルビーサファイアにて、グラードンはパッケージを飾る伝説のポケモンとして登場しました。アラサーの方たちは懐かしいところではないでしょうか。で、パッケージとこの2匹の色的に、なんか赤い方が炎タイプで、青い方が水タイプ、と当時予想した方も多かったのではないでしょうか。そして、いざ発売してプレイしてみれば、期待通り水タイプだった海王がに対し、グラードンは地面タイプだった、というオチでした。このまあまあな見た目詐欺に、当時落胆した子供もいたと思いますね。ということで、改めまして、ナンバー383といえば、そう、グラードンですね。大地を盛り上げ、大陸を広げた、と神話で語られる伝説のポケモンです。サファイア版の図鑑説明では、雨雲を吹き払い、光と熱で水を蒸発させる力を持つ、と書いてありますが、当時の能力的に、大げさな説明と言わざるを得ないですね。特性日照りにそこまでの効果はないです。しかし、これが12年後、大げさとは言えなくなることを、当時の子供たちは知る由もなかったわけですね。グラードンの対となるポケモン、海王ガとは、長年にわたり死闘を繰り返す仲のようです。図鑑説明に、死闘の末を互い長い眠りについた、とあるので、海王ガと互角の力を持つと思われますが、実際にゲーム内でグラードンと海王ガが戦っている様子を見てみれば、このありさま、本当に互角なのか疑いたくなる光景ですね。周りが海すぎて明らかにグラードンがアウェイです。死闘というのは睨み合いのことだったのでしょうか？時に、グラードンを目覚めさせるイベントで、目覚めたグラードンが、どんな動きをするのか注目してみてほしいのですが。というように、垂直に飛び去ってしまうわけですね。ゲームボーイアドバンス時代ですから、あまり凝った動きができず、飛び去ったというよりはその場からいなくなったことを表現したかったのだと思いますが、エメラルド版の青霧さんのセリフから、実際にグラードンは飛び去ることができることが判明します。まあ、その場のノリみたいなセリフなので、正式な設定としてこれをソースにするのかというと微妙ですが、いっそ開き直って、映画でも飛べばよかったのになぁ、と少し思ったり。ちなみに、グラードンの色違いは、黄色っぽいカラーリングになるわけですが、地面単タイプということも相まって、でかいサント、と呼ばれることもしばしばあります。色違いすらネタにされるとは、愛されている証拠なのでしょうか。では、そんなグラードンの戦闘性能を見ていきましょう。種族値はこんな感じで、伝説のポケモンの名に恥じぬ、合計種族値670を誇り、攻撃種族値150は、第3世代当時で、デオキシスアタックフォルム、ケッキングに次ぐ、第3位となる数値でした。ちなみに、デオキシスのノーマルフォルムも、攻撃種族値150で3位タイとなります。
攻撃以外も、高い物理耐久を持ち、意外と速い素早さ種族地球獣も魅力です。第4世代まで唯一となる、特性ヒデリを持つ点も、伝説ポケモンたる威厳を感じさせますね。このように、文句なしの金地球伝説ポケモン、と呼ぶにふさわしい力を持っています。そこでグラードンと対になる、海王型の比較は、避けては通れぬ道と言えるでしょう。ということで、この2匹が対面した場合を考えてみると、地面タイプのグラードンは、水タイプの海王ガに不利なので、タイプ相性は海王ガに部がありますね。海王ガの弱点をつける、ヒデリからのためなしソーラービームは、特殊技なので攻撃種族値150からではなく、特攻種族値100から繰り出すこととなり、グラードンの持ち味を活かせません。海王ガの特防種族値は140もあるので、これではタイプ1の地震で攻めた方がなおさら良いですね。また、特性雨降らしでの雨天候と相性の良い、水タイプの海王ガに対し、地面タイプのグラードンは、晴れ天候の恩恵がなく、晴れ天候の恩恵を受ける炎技はタイプ不一致な上、第3世代当時の炎技は全て特殊技と、晴れ天候とかなりミスマッチです。ということで、海王ガとの対面性能は最悪で、特性による恩恵の差も顕著なのでした。まあそうは言っても、グラードン単体で見れば、十分に強いポケモンというのは間違いないのです。ないのですが、同期の禁止伝説、海王ガと比較すると、残念なところが多い、というポジションにあるわけですね。そんなグラードン、第4世代からは、炎タイプでも物理攻撃となる技が登場したことで、ようやく攻撃種族値150と、晴れ天候補正を活かした炎技が打てるようになりました。しかし、覚える技は威力75の炎のパンチだけでした。ちょっと物足りないですね。炎タイプの特殊技なら、大文字に噴火、オーバーヒートと豊富なだけに、物理技はちょっと残念です。フレアドライブの歴史を見ていただいた方はご存知の通り、以前は炎タイプでも少数しか習得できなかったこともあり、グラードンがフレアドライブ習得とはいかなかったようです。まあ、ブースターですら覚えられなかった奥義のような技ですからね。ちなみに、第3世代当時、対戦で人気ポケモンだった、ラテオスに対して、グラードンは打点を持っていないことから、目覚めるパワーゴーストが、大真面目に搭載されていたこともありました。近年では考えられないと思いますが、当時はゴーストタイプ自体が物理区分だったので、攻撃が高いグラードンにはちょうど良かったわけですね。これが第4世代になると、トリックルームの登場もあり、黒い鉄球と投げつけるで対策されるようになりました。一度きりですが、威力130の悪タイプ物理技として使えますからね。そして、グラードンといえば、第6世代で登場した、原始グラードンがあまりにも印象深いところですね。念願、かどうかわかりませんが、炎タイプ複合になり、晴れ天候の恩恵を十分に受けることができるようになったほか、破壊の限りを尽くしそうな攻撃種族値180、物理攻撃を寄せ付けない防御種族値160、実は最も増え幅の多い特攻種族値150と、まさに種族値の暴力。合計種族値770という破格の数値を引っ提げ、伝説ポケモンありのルールでは大人気の一匹となりました。そして、人気な理由はその種族値だけにあらず、炎地面タイプとなったことで、本来水タイプ攻撃は4倍弱点となってしまうのですが、そこで脅威となるのが、特性、終わりの大地により、天候を大ひでりにできるという点。この大ひでりという天候の効果ですが、通常の晴れ天候の効果に加え、水タイプの攻撃技を無効化してしまうという効果です。しかも、通常天候のように5ターンの間というわけではなく、原始グラードンが場に出ている間は、永続で大ひでり状態になるという、とんでもない性能です。これはまさに、サファイア版の図鑑説明にあった、雨雲を吹き払い、光と熱で水を蒸発させる力と呼ぶにふさわしいと言えるでしょう。ゲイフリはこの力を12年越しに体現させたわけですね。と、設定的なところを見ればそう言えますが、実際は露骨な海王が対策に見えますね。炎複合とする以上、これくらいやらないと海王がと渡り合えませんからね。そして、炎複合となったことで、その炎技の火力はかなり期待できますが、第6世代、そして第7世代時点も、フレアドライブの習得は叶わず、炎物理技は、相変わらず威力75の炎のパンチのみという状況でした。第8世代現在でも、
フレアドライブは習得できない状況ですが、900kg 超えの重さを活かせるヒートスタンプを獲得しました。しかし、今度は原子回帰のシステムが廃止になり、タイプフイッチでしか撃てなくなりました。もちろん、日照りと合わせればかなりの火力になるのですが、原子回帰できた前世紀にヒートスタンプを使えなかったことが、かなり悔やまれますね。こんな感じで、やっぱりどこか残念感が漂うんですよね。と言っても、第3世代で登場してから、第7世代時点まで、伝説ポケモンの中でもトップクラスの強さを持っていた、というのは紛れもない事実です。そんな強いポケモンなのに、残念要素が多いというのが、このグラードンの面白さだと思いますね。強さ、残念さ、ネタ要素、そして映画で雑に扱われるという、非常に魅力的なポケモンです。ということで、今回はここまでです。ここまでご視聴、ありがとうございました。このチャンネルの他の動画と、フーパの映画を、ぜひ見てみてください。それでは、